はい、皆さんこんにちは。ワナレムルビジです。今回は This is a Police の173日目、1月3日、プレイしていきたいと思います。早速なんですが、ポップスターのアラナ・モラエス、万引き賄賂でもみ消す、なんかたまーに聞きますよね。別にお金に困ってるわけじゃないけど、万引きするっていう話。暖房への使用、春まで続く見通し。これって何なんだろう。なんか、ニュースつながりで前にありましたっけ？なんかそういう電気的なもので、ちょっと問題がありますみたいなもの。あとはプログラマー30年以内に世界は機械に支配されると断言ということなんですが、この今プレイしてる年代がいつ頃なんでしょうね。ちょっと全然わからないですけど。まあ確かにそういうふうに言われて久しいですけど、言ってもね、ドラえもんの言っていた21世紀？そんな感じになってないですもんね、今って。さあ、昨日は一睡もできなかったので耳鳴りがする。いやー、申し訳ない。今日は働いてくれ。フィッシュバック。今日は二日酔い。まあ二日酔いはね、事故を起こすんで帰らせましょう。フロリダをさすがにゲージが1個じゃどうにもならないね。では、今日はこの、メンバーで行きますか。トップ2、フロリダとフィッシュバックがいないのか。ちょっと心配ですね。トップ2の2人がいないんで、今日はバーディーが最も経験値というかね、豊富な景観になります。では、早速なんですが、給料は130。まあ、微々たるもんだな。で、取り分がいくら入るかですね。6800ドル。で、襲撃現場の方は、4人ギリギリですね。危ない。4年前は視聴者でインターンとして勤務していたが、現在はストリップクラブで働いているレイチェル・キース。なんか、レイチェル・キースが、この This is the Police に登場してくるキャラクターの中で、正直言って、一番可愛いですね。さあ、今度はフリーバグ襲撃での事件です。海老沢スケアスという日本の人気アスリートがフリーバーグを訪れます。なんかこれ、相撲レスラーっぽい髪型してません？彼のエージェントから依頼があり、警察に名誉授賞式に出席して、ボディーガードを務めて、なんか片言になっちゃいましたね。ボディーガードを務めてもらいたいとのこと。彼は警察を題材にした映画やテレビ番組に出演して、たくさんのファンがいます。彼が警察を支持してくれれば、警察にとってもいろいろと便利。なるほど。じゃあ、赤色の2人送りますか？大丈夫かな？ちょっと事件がね、どんくらい起こるかわからないんで、そういう怖さはあるんですけど。ストリップクラブか。どこだったっけな？マカオのどっかのホテル。リスボアだったかな？ちょっと覚えてないんですけど、どっかのホテルでは、前でね、確か半裸だった気がするんだけどな。ちょっともう記憶が曖昧なんですけど、女の子がね、何人か出てきて、ステージで踊ってましたよ。普通に誰でも見れるようなところで。薬物使用。学生の集団がマリファナを吸ったり、薬を飲んだりして、ビーチで楽しんでいる。これはガセネタだな。スルーしましょう。ただ単に楽しんでいただけだった、みたいな感じで終わりそうなんで。アンジェラ・ビートの方は、所長終わりました。海老沢スケアスはいいやつでしたと。警察をヒーローのように扱ってくれました。しかも、惜しげもなく高価なものをプレゼントしてくれた。よかったね。じゃあ、早速戻ってきてもらいましょう。さらに8000ドルももらって40万ドルを回復したね。50万ドルまであと10万ドル。まだまだ遠い。かつ、あと1週間。あと10万ドル稼ぐ方法なんか考えないとな。そしたらビーチの方余裕が出てきそうなんで、派遣しますか？人をね。下から3人。事件の数がやっぱり少なくなってきてる感じがするのは気のせいじゃないですね。11時に始まって、今19時になろうかというところなんですけど、今日事件1個しか出てきてないですもんね。もう1個テロ予告が入ってきましたけど。飼い猫にダイナマイトをくくりつけて、鉄道の駅に送り込んだ後、男が自供してきた。なんか絶対ガセネタだよな、これ。っていう気がしてならないんだけど。まあ一応ね、本当にテロだったら、まずいんで。スワットチームも出しますけど、犬と違って猫ってあんまり言うこと聞かないイメージありますよね。だから、どこそこにいて待ってろとかって猫に指示しても絶対待ってないじゃないですか。例えば時限爆弾を腹に任せた犬を、ここで待てみたいな感じで
3時間後に起爆するんで待ってろみたいな指示を、犬は守るかもしれないけど猫は絶対守らないじゃないですか。その辺がねどうなのかなって感じはしますけど、ビーチの方は犯人送って正解でした。警官送って正解でしたね。では集団の暴動です。こ自宅周辺で暴動が起きていると落ち着かない口調でソルダード氏から連絡。下品で反乱の地獄から来た商人たちが真っ昼間から暴れているのが窓から見る。このはずべき行為を早く止めに来てくれ。これってさ、保育園とかそういうレベルの話じゃなくて、まあちょっと時間が22時っていうのはありますけど、スルーしましょう。これこそ本当にスルー。いや、一応送っとく。一応送ろう。テロ予告。鉄道の駅は多くの人たちで混雑。管理人は床を大掃除している猫の姿は見当たらない。駅から全員避難させるか、ダイナマイトをくくりつけた猫を見なかったかと4名に尋ねるか、子猫ちゃん出ておいでというか、まあ一応駅から全員退避させましょう、こうなってる以上は。人々はパニックに陥り暴れ回っている。濡れた床に滑って転んでいる者もいる。大きな猫が窓際に飛び乗った。体には何か巻きつけられている。まあ、ゆっくりと猫に近づいて、何を巻きつけられているのか確認しましょう。大丈夫だね。じゃあ集団暴動の方にディクソン、ゲイ、フラワーズ派遣しましょう。もう時間もこれが最後の事件かなっていう感じですからね。じゃあ襲撃の方をちょっと確認しときましょう。さあレイチェル・キース、可愛いんですよレイチェル・キース。1ヶ月の研修はとても楽しかった。みんなと一緒にしょっちゅう裏口から抜け出してタバコを吸ったりしてた。でもそのことがバレて裏口のドア封鎖。おかげで廊下が物置状態だったと。裏口から抜け出してっていうことね。ただ裏口は封鎖されたわけだ。なるほどね。ってことは、裏口は侵入するには適してないよね。つまり3番はあまり適してはいないか。これって同じところに複数の隊員を配置はできないんだよね。例えばここに2人みたい。あ、できるんだ。これはちょっと考えもんだな。ちょっと待ってね。マンホールに2人侵入隊員を配置する方がいいな、そうすると。確実に侵入する。で、ミュージアムの上に置くんじゃなくて、裁判所の上に配置した方がいいな。で、池も、いやでもな、分散して配置した方がなんか確実性は高い気するよな。ちょっとこの襲撃計画会を作って、襲撃の計画をちょっと念入りに確認する会を設けましょう。池の世話人ってあるけどさ、だってこれとか見ると、ボード乗り場の沖合で、下水溝の工事を取り替えようとしていたという話ですよね。ってことは、例えばこの、ボート乗り場のところですけど、2番ここに2人配置すれば鉄格子が外れてるんで、そこから侵入ができるってわけだよね。ここじゃあここに2人配置するとかって、そういう話になってくると思うんですけど、ちょっと一旦整理する回を設けるとして、ちょっとここは先に進めちゃいましょう。まずは薬物所持の方ですが、新しい写真は見つかっていない。レイブの方は見つかっていないか。襲撃犯をどこにどう配置するかっていうのは、どっかのタイミングでじゃあいよいよ襲撃だみたいなことが起こると思うんで、その時にね、しっかりともう一度熟考しましょうっていう話をしてたら、フラワーズが死んだか、何者かに殺されたとしか思えないな。で、集団暴動の方は、そうだよね。子供の話で OK と。フラワーズが死んだか、シフト A に誰か入れないとね、次のターンで。
はい。というわけで、174日目。次回ですね、プレイをしていきたいと思います。今回はここまでにして、おきたいと思います。というわけで、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。